はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では前回の続きからやっていきたいと思います。今回はまたセリカの方ですね。で、ここにリゲル帝国軍、いわゆるまあ雑魚敵がいるんで、これはまたちょっと早急に排除しましょう。多分戦死者は出さずに終われるかな。あれ、あ、こいつがまたあれか、魔物を呼び出して退治していくっていう流れかな。よし、じゃあちょっとサクッとやっちゃいましょう。調子はどう？パオラ姉様。ええ、問題ないわ。そう、あなたがそう言うのなら心配ないわね。それに比べてエストは、そんなの今に始まったことじゃないでしょ。それにしてもバレンシアにまで来る羽目になるなんて、平穏無事にとはなかなかいかないものね。そうね、アカネイアもまだ安定しているとは言えないわ。私たちいつまで戦い続けなきゃいけないのかしら。姉様、楽勝だったね。よし、じゃあこのまま上のディーンの方を倒していきましょう。なんか下はね、魔術師系はちょっと嫌なんで、剣士系で安定して攻め込んでいきましょう。砂漠の北の戦い、これってちなみに全員出てんの？こっちの軍は戦死者出てないからね。基本的には勇者の剣とか、なんでディーンが勇者の剣なんて持ってんの？どう見ても悪人だろ。ここ補給地帯か。草原と砂漠は特に防御補正はかからないからね。バルコをやっぱ前面に出そう。硬いやつらをちょっと前に出しておいて、弓はちょっとこっち、パオラとかはねもう余裕で進めるからね。よし、右の方に強いやつらを固めて、セリカがね初期位置から動かせないっていうのが結構きついんだよね。ユニット選択、一応全員は出てるか。俺に任せとけ。バルポを攻めさせよう。まあ、セイワーも前に出して大丈夫でしょ。4方向から囲まれなければね大丈夫だと思うんだよね。会話しよう。ねえ兄貴。何だ。今さら気なんて使わないけど、兄貴はさ、家族みんないなくなっちゃったんでしょ。まあそうだな。なのに世の中のために戦ってて偉いよね。神官様に恩があるとはいえさ、普通はどうでもよくなっちゃうよ。まあそうかもしれんが、確かにとんでもなく辛いことはあったぞ。でもそれまではとんでもなく幸せだったんだ。だからそんなに不釣り合いってわけでもねえんじゃないかって。とにかく仇も討ったし、これ以上何かを恨むつもりはねえよ兄貴。で、さすがにここまで行っても食らわないと思うから、ぶっ倒してやるよ。ここでね、幻影兵呼び出してもね、任せてちょうだい。しょうがないっちゃしょうがないからね、全然進めないから。調子ならいいわよ。セリカが意外に移動力低いんだよね、セリカって。
右は右で結構遅めに戦闘になりそうだな。よし。あーでも右の補給部隊みたいなところに逃げ込まれるか。それはまあちょっとしょうがないな。サンダー2人はさすがに補給できないからね。顔それとまあいいや。どうする、こいつは全然いけないわ。なんかこいつ結構来るね、ディーン。そろそろ危険予測をしておかないと。一歩離れたところとか無理なんだろうな。こいつ倒したいね。で弓かわされる、かわされるのは結構痛いんだよな。でここの部隊をどうするかだよな。アトラスとかね、いまだに村人っていうところがちょっとな。セリカも全然進めねえしな。中に行こう。でここもダメージは食らわない。そろそろ原兵呼び出しとく。イリュージョンあいつ、私のやることなくなっちゃう。こいつが貴様たちに恨みはないが、故あって敵に回る。我が剣徳と味わうがいい。まあ、原兵がねうわ一発でやられたひどい。あ、ここの位置もあんまり意味なかったね。ま、2歩進めないのか。2歩進めればな、こいつを倒せたのにな。かわされるね。ファイヤーで行こう。というかさ、ここはもうセーバーとかで大丈夫だな。弓兵こっちに回そう。いやー勇者の剣強いわ。ちょっと待って、これどう倒していく。村人やばくないか。まず魔法でどれくらい減るかだな。それなりか。12。セリカもな、ちょっとここまでいけねえしな。なんだかんだで強いのってどれ。エンジェル1ってことは何でも当たれば倒せるってことでしょ。あ、そもそも。くそ、俺はまだ。こいつはでもなんかさ、理由があったっぽいよね。やったぜ、勇者の剣手に入れた。今のは見事だわ。でしょ。減らしておこう。なぜだ、当たらん。どうするかな。シスタージェニーが自分で回復できないっていうのが痛いよな。自分は無理だもんね。まあいいや、とりあえずこれで終わりにしよう。このターンは逃げるな。もっと全力で行くぞ。追撃しよう。普通にセーバーで大丈夫でしょ。あーしんどいね。
バルトの川の盾じゃなくてやっぱり攻撃力を上げた方がいいのかな。やはり火力のなさが目立つよな今。お、いいね。ついてるのって皆様のおかげかな。で、こいつ24か17、あんまり減らんな。2回攻撃できないと厳しいね。何事も力任せちゃダメってことよ。そっか、傭兵はわりかしスピードが速いんだっけ。とりあえずこっから待って、本当に強いな。魔法で攻めるしかないか。エンジェル、困った時のエンジェル。いや、でも結構ヒットポイントも減ってきてんな。ファイヤー、あ、倒した。よし、ファイヤー使おう。で、ここの位置でもうなんとかするしかないな。やっぱり敵が2回攻撃してくるね。頑張ってるね。で、この謎の回復なんだ。メイちゃんが援護できればだいぶ戦局は楽になるね。弓で倒せるやつはいない。減らせるだけか。こいつを3にして、そこからカチュアで上に切り込もう。よしよしよし。で、さらにサンダーで後ろのやつもな、攻撃したいけどな。ちょっと手やりを使うか。何かわされた。この力が役に立てば嬉しいわ。黒魔法エンジェルでいくか。待って、ファイヤー6くらいだったな。こいつでなんとかなるはず。いいね、 100% っていうのは何気にでかいね。命中率、まあ、補正が入ってるけど。で、ここからサンダーで減らそう。まあボーイがね、食らううちにいないから安心して撃てるね。一応こいつリカバーで自分のヒットポイントなんとかしたいな。ちょっとでも経験値を稼いどこう、自分の命を削って。こいつも食らわない位置にいるからね、大丈夫でしょう。幻影兵が戦ってくれると。4か、それなりに食らうね。いや、やられたか。やられたけどだいぶ減らしてくれたな。7、セイバー、あんたも運がなかったな。セイバーマジ強い。で、弓で少しでもまずはダメージを削る。7、1回っていうのがねやっぱきついんだな。最後このアトラスになんとかしたいけどね。いつでも行けるわ。とりあえずエンジェルで、まだ大丈夫だけど経験値稼ぎのためにリブロを使おう。マジでマジでやばい、こいつのヒットポイントが。どうしようかね、誰で倒すかね。村人で倒すか。あ、トークができるけどちょっと、あ、間違えた。まあいいや、なんか事故っても嫌だから後ろから。マジですかい。
じゃあボーイで行く。そこだ。悪く思わないでくれよ。よし、レベル上がった。ディフェンスが1か。やったね、大勝利。ソニアは撤退した。ん？あ、ソニアってここにいたやつか。撤退したんだ。どっか行っちゃったよ。まあいいや。じゃあギースか。強そう。部隊数20ってそんなにいっぱいいるの？結構時間かかりそうだな。まあいいや。ギースの砦攻略戦。ギース様、例の小娘の一団が来上がりました。くそ、残った部隊は何をしてやがる。さっさと援軍に来ねえか。それが一向に動く気配がありませんで。なんだと、あいつめ裏切りやがったな。まあいい、あんな小娘の座俺様だけでひねり潰してやる。まあここはちょっと慎重に行こう。向こうは砦を陣取ってるか。覇者の金か。魔戦士とか。あ、ここら辺は魔女がいるのか。いろんなのがいるね。弓部隊もいるし、スナイパーじゃん。さてさてさて、どっからどう攻める。まずバルプはわりかし前にしておこう。で、馬は全然後ろから行っても間に合うから。これ何、どうやって行くの。これさ、壁際から攻撃しないとさ無理じゃね。まあとりあえずこの編成で行くか。よう、よく来たな、ソフィアの王女様。あなた、なぜそれを。さあな。だが礼を言うぜ、王女様。あんたら王族がろくに国も見ず遊んでいてくれたおかげで、このソフィアは俺たちの天国だ。強いやつが奪い、弱いやつは奪われ死んでゆく。まるでリゲル帝国みたいじゃねえか。なあ。そんなこと、もうさせません。戦火もね、なるべく前に行きたいから、トークができるからちょっとトークしとこう。アトラス、神官様、調子はどう。無理はしないでね。心配いらねえよ。これくらいの喧嘩朝飯前だぜ。喧嘩、まあそうね。おう、どんどん命令してくれよな。あんたは俺の恩人だ。役に立ちてんだよ。アトラス、ありがとう。恩人なんかしたっけ。全然わからん。ちょっと待って、一応弓がここまで来るってことなんだな。こっから弓打てないかな。もう一個、もう一個。調子いいぜ。はいはい、任せて。魔法はね、そこまで射程が長いわけじゃないから、ある程度近づいてきてくれないと。任せてちょうだい。で、幻影兵はね、さすがにもっと攻め込まないと。あれ、また右に変なのがいるな。食らわない位置から、これは食らわないか。クリティカルが出ればなんとかなる。てか、それだったらこの妖術兵みたいなの倒したいんだよね。クリティカルが出たー。倒せないかー。危ねー。じゃあこいつを壁に置いとくか。まあバルコだったら別に食らっても大丈夫でしょう。こいつマジでどうする。こいつ何なの。普通の剣士か。
ちょっと侍っぽくてかっこいいね。それこそ幻影兵に任せる全幻影兵に、全幻影兵をこっちに投入させる一応アトラスもここら辺にいよう。うん、来たね。マジかよこれ。あっぶんね、セリカでよかった。すげえ危険だわ魔女とか。弓対弓、やばい。向こうの方が上手だ、速さがある分。うおー、しかも召喚もしてくるのか。こいつはマジで始末しとこう。魔法防御高いからね、普通に攻撃で倒しておこう。あれ今どういう消え方した？ちょっと弓対弓は分が悪いな。バルポに任せよう。その間に右から来る奴らを倒す。反撃を食らわない位置で。てかさ、弓もさ、俺の方が射程長いんじゃないかとか思うけどね。森にいよこいつは。待って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 、魔法防御は弱すぎるから、ちょっとこいつ一旦回避させて、魔法防御の高いやつカチュアにするか。ディフェンスは7。まあ大丈夫かな、わからん。こいつディフェンス5しかないんだ。やはりセーバーに任せるか。ちょっと待ってちょっと待って、一旦この射程位置から撤退させよう。でこいつが入ってるけど、まあしょうがない。このね弓は大丈夫なはず。まあ2ずつ食らうけど強いね、さすがにここら辺の敵は。魔法兵が本当にな厄介なんだよな。倒しにかかろう。ここからこっちも行けんのか。まあいいや、奥のやつから狙っていくか。クリティカルさえ出てくれれば。でカッチュはジャムリだ、パオラで行くか。当たってくれよ。よし、オッケー。でそっから狙えるやつがいないな。こいつも無理か。セリカをこっちにやってサンダーで攻撃かわされた。それなりの魔法防御があるね。76、2回攻撃か。でもカムイも結構強くなったな、そう思うと。アトラスとかなんとかなる。うわ、めちゃくちゃ減るわ、めちゃくちゃ減る。こいつここに行って、耐えられるね。サンダーなあ、かわされる。でこいつもいるのか。セーバー頼みだな。こんなもんだ。いいね、ま、俺に任せとけって。安心して任せられる。こいつは食らうから
リブロ回復させとこう。ありがとう。もうこいつはなんかオレンジとかパンとか持たせた方が良さそうだな。あ、攻撃できる。大したことないね。おお、めちゃくちゃ経験値もらえる。よしよしよし。おお、7。レベルアップ。お、すげえ。さすがだろ。マジさすがだ。あいつ逃げてった。ちょっと待って、こいつ逃がすとすげえめんどくさくなりそうだな。カムイでなんとかする。いや違う、こいつでなんとかしよう。かわされるか。もういいわ、あいつはほっとこう。でここに誰を置くかだな。セリカをちょっと置いときたい気がする。で弓、こっからいけるね。反撃を受けずになんとかしたいけど当たらないんだよね、そもそも。あー、しんどいね。セーバーを切り込ませるか。ここにまだな、魔法兵がいるんだ。魔法兵はちょっと弓でな倒したいね。この弓兵ほんと鬱陶しい。4目なんか。うわー、どんだけ召喚してんのよ。これ先にここをさ陣取ろう。いやー、ペガサスナイト、いい機動力だ。後で合流するのを待っている。弓全然減らないんだな、そもそもが。であればだよ、1体ずつまた確実に排除していくか。ごめんなさい、エンジェルはね、ただ消耗量が激しいからな。オッケーオッケーオッケー。皆様のご加護を感じるわ。頼もしいわね。リブローで回復させよう。助かったわ。そしてレベルアップ、ヒットポイントが上がってくれるといいんだけど、上がらない。敵がね、ゆっくり見えるようになったの。でこいつはこっから攻撃ができるよね。もうレオはバルポと一緒に動かした方がいいのかな、運用的に。ここもな、あいつの攻撃を食らうからな。ただあと遠距離で攻撃できるやつはこいつだけか。こいつを前線に出すのはさすがにな。諦めたか。逃がしはせんよ。どうしよう、お役に立てた。で、またエンジェルを使っていこう。いいねー。許したとは言わないわ。弓はちょっとじゃあこっちから行くか。
減らしていこう。最後にかわされるな。わりかし全体的に命中率がそこまで高いってわけじゃないからね。スタンダー、こんなもんか。草むらに行こう。でジェシーと、意外に防御が低い。クラスチェンジ剣士。そうだよ、ここの舞台早くクラスチェンジしたいんだよね。ちょっとこいつはセリカ様の近くに行って食い物を食いたい。まずはセイバーで、ここで大丈夫かな。お見通しなんだよ。でバルポで殴る。サンダーとかって、うわしまった待機してしまった。スナイパー来るか。それは狙ってくるよね普通に。危ね危ね。この弓ヘッド、こいつマジ何なの1、2、ここが射程2だよね多分。全然進めないな。うん、いけるよ。ここでちょっと食事しよう。飲み水、水を飲む。ごちそうさま。よし、なだれ込もう。この弓兵マジどうするかな。すげえ悩みどころだな。バルコの近くにレオを置いて命中率がどれくらい上がるかだね。左の軍そう少ないかまあいいか。ここでさ、ずっとこうやっててもさ、モンスターが増え続けて終わるだけだからね。まだまだ甘いね。経験値稼ぎにはなんとかなるけどさ。このね、妖術師さえ倒せれば完全になだれ込めるんだけどな。命中率が上がるわけじゃないな。クリティカル率が上がるか。だったら妖術師が当たる位置までいくか。教育者9。サンダー、死にたくないんでね。ここはもうちょっとこれであいつを倒せる位置に行くしかない。ここをちょっと行くか。幻影兵作り出すかそれとも懲りずに。進展がないよ進展が。キョンクラとか、うおーマジかよこれ。私に力を。惜しいなもっと全力でいくぞ。ここは結構時間かかるな。お見通しなんだよ。完全に消耗戦だもん。セリカが無双してくれてるから助かるけど。終わったのね。攻撃
あ、勇者の剣とか装備させてねえわ。でこれセリカがここに来てこいつに攻撃できればめちゃくちゃいいんだけど、銃、まあ、しょうがない。これはこいつぶっ倒すの最優先にしよう。痛い。守る強さも必要だわ。回復させよう。こいつはこいつで、でもここからリブル撃てるよね。ありがとう。よし、こいつもなんか位置的にな微妙な気かな。でこいつほんとどうするよ。もう一歩進んでこの魔導兵だ、魔導兵こいつに攻撃しよう。クリティカルダブル出たー。よしよしよし、完璧。あとはなだり込む。もうそこ悪く思わないでくれよ。こいつはもう進む、突き進む。やっちゃうよ。よし、セーバーも突き進む。 OK、 左はこれでなんとかなるかな。あとはスナイパー対スナイパー。こっちには一応クリティカルっていうなものがあるからな。いやほっと厄介だわこいつら。結構強いしね。しかも俺には止まらないで。スケルトン自体は全然強くないのが、まあ救いかな。そりゃそうだよね。これでこれでワンサが呼び出されたらたまったもんじゃねえ。これは黒魔法エンジェルでこいつを倒せれば、倒そうも11になるけどしょうがない。よし倒した。よしよしよし。でまたリブロを使っていくか。こいつここに置いて手槍を投げよう。リムを果たさないとね。でさらに、おお全然進めない。助かったわ。食い物を食いたい。なんだかんだで左が結構ピンチか。強者、どっちがいいんだろうね。こっちを倒しておきたい気もするけどな。14、21、こいつがすげえ強いんだ。魔法いける？サンダーがいける。よし倒せる。食らうけどしょうがないもんこれは。よしよしよし倒した。いいや。でじゃあボーイも魔法でいく。すげえ瀕死になるんだけど。まずはやっぱここからか、局者打っとこう。で21ってさ、ちなみに減らせられんの？あれここからじゃないと無理か。まあいいわ。セーブはわな、もうちょっと。これさ、なんかどっか補給地帯とか、ここか。一気に乗り込んだけど、ようやくなだれ込めんな、これ。あとはここにもまだ、魔導部隊がいるんだよね。よーし、ナイスナイスナイス。もっと全力で来ろ。悪い奴らは見過ごせねえんだ。
バルコもちょいちょい減ってきたね。やっぱりまあまだスケルトン相手だったら余裕はあるけど、2回攻撃できるってのがでかいよな。何よりセーバーも回復させたいね。もう回復させたい人たちがいっぱいいるよ。セリカはちょっとどんどん前に行こう。戦技局者クリティカル、よし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 、オーケー。マジ邪魔だわ。おお、いいじゃねえか。俺も死にたくないんでね。よーし、セバ攻めるぜ。バルポも攻め込んでこう。でこいつはこここいつはどうすっかな。ちょここに置いとく。あれ、これはどなたさん剣士さんだね。もっと全力でいっちゃう。そろそろ幻影兵でも召喚しとこうか。それだけのヒットポイントがあるかどうかだな。ここで戦闘になってる間にセリカに近づいて食い物をねだろう。何気に食費がかかるな。こいつ待って。うお、すげえ戦いだ。もはやよくわからん。ちょっと待って、まあ特別ななんか強い武器を持ってるってわけじゃないからいいんだけど、あ、もしやこの金か。あ、違う違う違う、魔法防御プラス5っていうのがあって魔法は効かないってことか。それを考えるとやっぱりこいつどうする。絶対安全なやつで攻撃したい。これリブロ届くのか。届くな。とりあえず回復させよう。ありがとう。でこいつを攻撃して、セリカいけないか。こいつも倒さないといけないか。いいわよ。この2人しか攻撃できないから、やだ、あたしまた強くなっちゃった。めっちゃ増えるね。ってことはこいつ倒そう。こんなものかしら。できれば囲みたいんだよな。どうする。だって魔法ってさ減らないでしょ、どう考えても。いや全然無理だわ。これだったら普通に剣で攻撃した方がいいね。でもどうするかな。ここに壁にするか。どけよ。一丁上がりと。さすがだな。こいつなんか怖えからな。
フェンスの少ないやつばっかだな。パオラがやばいんだよな。そうすると狙われそう。パオラが死ぬくらいだったらアトラス死んだ方がいいかな。ひどいよね。ヒットポイント的にはちょっとアトラスここに置いとくか、壁として。倒さなければあいつは来れないはず。ギースはこっちに来たか。しまった、やられるぞ。うわ、これは早急に撤退しよう。こっからうっとうしい。こいつはすぐに撤退できるからね。そうするとちょっと待って、こっちに一回撤退して、で、で、多分アトラスもまずいからな。カムイと入れ替えよう。いいぜ。で、一回こいつ突っこう。反撃を食らわないから。ざっけんな。いいか、ちょっと大丈夫なはず。よし、レベルアップ。気のせいか、ラッキーが上がってくれたけど、よし、これで誰が食らっても大丈夫なはずだ。で、幻影兵はもう無理だ。飯を恵んでもらわなくては。シスターのくせに食費がかかるお方だ本当に。こっちに来たか。まあそりゃそうだよね、一番弱いやつに来るよね。あ、でここはじゃあ右部隊に任せるか。戦闘してる間にまた来そうなんだよな。セリカってどうなの。13か、強え。ギースほんと強えわ。マジここでなんとかするしかない。一応事故らないように、事故らないやつらセイバーを右手に派遣したいね。まずこいつここに置いて、クリティカル出てくれ。無理か、それどころか外した。セイバーバルコ部隊はちょっと壁になんないと。危険だからね。一応魔法部隊も進めて、本当にどうする。こいつここからチク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  41% だからね。でこいつここに来て食事しよう。どんくらいある。20くらい回復したいんだよね。バター食うか。ニシンがね、ニシンいっぱい食おう。よし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 、カムイはもう一旦耐えられるよな。こさバルポのヒットポイントが減ってってさ、いきなりバルポの方に来そうだよね。テケテケテケとか。でもこれは絶対大丈夫だ、敵が邪魔してるから。セリカがちょっとヤバくなるのか。1しか食らわないけどね。クリティカルが発生するのか。ただ可能性としては、ここはファイヤーで倒す。マジかよ、弓で倒す。おやすみなさい。この微妙にさ、城のところは全部あれなんだよね、回避率が上がってるんでね、階段におびき寄せる。そして魔法が効かないっていうところがまた厄介なんだよな。私だって強いんだから。こいつほんとめんどくさいやつだな。セーバーで切り込ませるか、それともここで
戦技両弾必殺プラス30、これにかけるしかないな。おー、あ、無理か。でこいつはこいつでチク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 いくか。当たってください。全く当たらない。リカバで勝たせよう。いい、オッケー、いけるぜ。でここは取り囲んでおくか。俺が守ってやる。このままこいつを倒せるまで。またちょっと停滞しだしたな。やばい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 、魔法が来た魔法が来た。あかっ。いや、つえ、マジつえ、こいつは本当に。回復させるとすれば、そりゃバルポでしょう。いや、次食らったら死ぬな。ただこいつは魔法防御それなりにあるはず、あるけどダメだな。いや、なんとかしたい、こいつなんとかしたい。もう一回ちょっとやっぱり、命中30の威力プラス3って10でしょ、9だったらクリティカルにかけるしかないよね。無理か。しかしたら9になった。9に復活した方がいいんじゃねえか。いや、そりゃそうなんだけど、それどころではない。ちょっとでも、よし、ここさえ当たってくれれば。1かよ。なんかなんかなんか、命中プラス10。よしよしよし、強い、マジ強い、こいつ。てめえら、いい気になるなよ。いや、全然いい気になってないよ。倒しても、まだ、まだ。金貨を手に入れた。ちょ、こいつさ、ここに、こっちの方に逃げ込みたいね。こいつ魔法防御ただないんだよな。魔法防御あるあるくんいない。ラッキープラス20か、こいつ。こいつでもな、サンダーとか12まで減るのか、悩ましいね。弓、ここから狙える？局射で15、攻撃で6。よし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 、こっちいけんじゃないか。 80% 外れたら死ぬな。それはさすがに危険だよねと。サンダーでなんとかなる。当たればなんとか当てる。よしよしよし、 OK。 で、あとはこいつは普通の敵だったら全然なんとかなるから。いやー、なんとか目処が立ってきたね。3も食らうんか。さすがラッキー20だな。バルポが疲れてきた。やはり魔法は強いね、敵味方ともに。そしてこいつマジで鬱陶しい。弓、もう一歩行かないと無理か。こいつは
もちょっとわけわかんないとこにいるんだな。先手を打てると気持ちいいわよね。まあ、確かにね、それはそうなんだけど、局舎で確実に当てていくか。それでも73、普通の攻撃は 43% しかないな。クリティカル局舎で確実にいった方が良かったか。あと打てる打てるやつら、守る強さも必要だわ。おお、やるね。だとこっからやっちゃうよ。バルト呼吸地帯ここにいよう。でセイバーをやっぱり切り込ませるか。なんだと。2回連続でかわされるのは痛いわ。リブロ助かったぜ。あとはこいつがまた後ろからチクチクいくか。もうほんとこの城壁みたいなところ厄介だな。アトラスとか全然役に立ってないし。あ、しまった。弓てか防御力強えな。普通にこいつは防御力ちょっと弱いんだよね。クリティカルが出ても、本当に何なのこいつは。どう倒す。サンダーで6まで減らせられるのか。だいぶ減るけどね。ミスった。戦い方が見えてきたの。魔法防御があった。珍しいな。うん、任せとけ。全然ダメだ。いや、こいつ弱い。ジェシー弱い。局者だな。よし、あとはクリティカルさえ出てくれればな。バンバン剤なんだけどな。よし、ナイス。かわしたけど、かわされたか。めいちゃんちょっと派遣しよう。確実に倒す。よし、ほんときついわここ。あ、撤退した。よしよしよし。いや、すげえ。みんな無事。どんだけぶっ倒したんだよ。みんな無事だよ。ほんとよく全員無事に突破したよ。で本当はちょっとね、この砦内部も行きたいんですけれども、ギースの砦でね、だいぶ時間が、使っちゃったので、とりあえず今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。